かまどで炊くとね、最初の強火ですごいしっかりと米が踊って、釜全体から火がね、回りますので、電気の炊飯器でどんなのかなと思ったんですけどね、炊き上がりがねすごい白くてツヤツヤして、一つ一粒しっかり立ってましたのでね、すごく甘くて美味しかったです。かまどで炊くご飯は火加減や温度調節など炊き技が非常に重要だと思ってます。かまどで美味しく炊き上げるには技術と経験が必要なので、なかなか難しいんですけども、私たちはそれを家庭で簡単に再現できるように日々努力しています。私たちも実際に食べてみて、自分たちの舌でこの炊き技と良いのかを検証します。それを満足がいくまで条件を変えながら何度も何度も炊いて炊き技を磨いていきます。私たちライスレディの検証の後は味に敏感な社内のパネラーにも確認してもらって、この炊き技だというところまで炊き上がりを追求していきます。炊き技はお米の銘柄によっても異なるために、生産者の方々にも協力をいただいております。新しい炊飯器で水鏡を採用いただいたということで、水鏡の炊飯特性みたいなものを、パナソニックさんの方にお聞きさせていただいたというのがまず最初ですね。若干やっぱり粘りが弱くて、少しお米が硬いというのが水鏡の特徴なんですけども、パナソニックさんの炊飯器で炊いた分についてはですね、その粘りも結構こう感じられてですね、で甘みも十分ありますし、ふっくら炊き上がったなという感じはしましたですけどね、すごくこう良い炊き上がりをしていただけたなというイメージがありましたですね。センターの農師祭りですね、実際にこう、生産者なり消費者にお米を食べていただきたいという部分で、パナソニックさんの炊飯釜、手の粒モードがあるということで、釜の説明なりこう美味しい米の炊き方をこう伝えていただければなと思って、パナソニックの釜で炊きますと、こう見た目の感じからこう白さなりこう艶があって、手のつくの食味なりを表しているのかなとか、まあすごい美味しいという評価をいただきまして、新しい品種ができればまたお願いしたいなと思ってます。北海道をお米の産地として育てるためには、みんな美味しいお米を作りたいという方向になってきてて、いろんな栽培の仕方を考えながら、少ない量でもいいから美味しいお米を作りたいと、そういう気持ちで、今米作りには励んでます。その炊飯器の中に品種別モードで北海道米が入ってるっていうのが、まずすごい嬉しいですね。今までだったらきっと北海道米はいいですっていう感じで入れなかったんだろうけど、やっぱりそんだけメーカーさんもお米を評価してくれて入れてもらえるようになったんだなという嬉しさはありますね。それと消費者にとっては、そのお米お米に合った炊き方をして、そのお米お米の特徴を出して食べれるっていうのは、やっぱりなかなかすごい機能だと思います。かまど炊きというものは吹きこぼすくらいの大火力で一気に炊きますので、お米一粒一粒に火が通って美味しく炊き上がるというものがあります。私たちは炊飯器を開発するにあたって、ご家庭の電力でも賄える IH というもので再現するために、日々研究と開発を行っています。 IH のですね、最大のメリットなんですけれども、火加減を自在にコントロールできることです。釜炊きのように吹きこぼすことなく、お米一粒一粒にうまく熱を伝えることができます。毎日ですね、ご使用いただくものですので、美味しいご飯を炊けるっていうことは、もちろんなんですけれども、まずは軽くて使いやすいこと、なおかつ長期間の使用に耐えうることを両立させるために、何度も炊飯試験、強度試験、耐摩耗試験を繰り返し行いました。さまざまな素材を使って何度も試作を繰り返し、IH とこのダイヤモンドかまど釜が最適な組み合わせだと確信しました。塗料の開発段階からこだわり、独自のコーティングを行うことで放熱抑制を高めました。これにより IH の熱伝導を最大限に引き出すことに成功しました。
材質、形状、厚さ、このダイヤモンドかまど窯はかまど炊きを超える美味しさを生み出す最高傑作だと自信を持っています。私たちは熱源となるコイルから自社で生産しています。コイルはかまどの組み合わせが一番大切なのですが、最適な組み合わせを見つけるために何度も試作を繰り返してきました。私たちのものづくりは竹技や釜など直接味に関わる技術はもちろんですが、清潔さを保てるパネルの一体成形や釜のラベルの印刷位置など細部にまでこだわってものづくりをしています。釜の組み込みラインでは 0.2 ミリ間隔でギャップを調整し、バラつきなく抜群の火加減を実現させています。お客様に長期にわたって使っていただけるよう、検査工程においても一つ一つの商品を厳しい水準でチェックしています。毎日安心して使っていただけることはもちろんですが、お客様にパナソニックの炊飯器はやっぱり品質が違うねと信頼していただける商品をお届けしたいと思っています。パナソニックは理想とするご飯として、香り、外観、味、食感、硬さ、粘りなど、かまど炊きを超える美味しさの追求を炊飯器作りに携わる者全員が実践し、美味しさに本気で向き合い、これからも炊き技を極めていきます。